が不良のテクっても見せてやっからよ。行くぞ。不良のテクだってよ。あら、いて。飛ばしてねえだ。計画ってんのかこの野郎。なんだよいきなり。俺は食べる。うるせえ。とぼけてねえで食いたもん。おい、待て待て。加藤、仲間。いや誰かと思えば立花のナンバー2、ミノルくんじゃないの。立花ナンバー2のミノルくん。助立ちしようか。立花ナンバー2。うわ、ごめんなさい。貴様ら、騙しやがったのか。おい、誰に向かって口聞いてんだ、こら。はっとんすよ、これやろ。何こいつ、何言ってんの。いいの、いいの、夢でも見てんだろ。ノブ、ケン。このお方が何者か、ミノル君に教えてあげなさい。へい、あっしの聞いた話によりますと、なんとこのお方は桜ヶ丘の番長様。マジ。しかも桜ヶ丘創立以来の我、天下無敵の偏差値番長ここにありってか。いやー参っちゃったな。そうならそうと早く言ってくれよ。おい、この偏差値番長、てめえらうちの学校のことを構えるつもりか。いや別にこいつらの気になる。もういいじゃねえか、勉強のしすぎで狂ってんだからよ。許してやれよ。おーし、今度からでかい面して歩いてやったら片目アローアルまでくっつけてマークシートの時ズレるようにするぞ。わかったか。こらー、たんま。はは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 。何笑ってんだよ。